浜松祭りの最終日、子どもの日に合わせてたこ揚げ会場では子どもたちが主役のたこ揚げが行われました。15ほどの町内会が参加し、子どもたちは糸を手繰り寄せるタイミングを見計らいながら大空にたこを舞い上げていました。少子化の影響で子どもたこ揚げを行う町内会は年々減少傾向にあるということです。